時代が変わっても男性が大好きな夏デートのシチュエーションはあるはず。はい、高見が思う理想の夏デートを次のうちから選んでください。夏デートか。1>, 1、海の家でラーメン。2>, うん、2、浴衣で花火。はあ、3、公園でかき氷を。あん。あどれもいいけどやっぱ浴衣で花火がいいかな。うん、次、えー、っとですね、時代が変わっても男性が大好きな夏デートのシチュエーション。 えー、高見がもう理想な図でと。一応ね、この、公園でかき氷って、あなんだけど、かき氷は自分で食いたいんだよね。<laughs> やっぱね。<laughs> 自分の速度で食いたいな。浴衣で花火ってのはいいよね。ただ、問題は俺には浴衣が似合うかどうかだよね。<laughs> <laughs> 結局のところ。なんかね、この髪型だと浴衣がなかなか似合わない気がしょうがないんだよね。まあ今、巻いてないけど、 普段巻いてるこんなになってるんじゃない、ええ、それでさ、普通の浴衣着てもなんだか。で、ラーメンの浴衣も作ろうとしたら余計おかしなことない。うん、<laughs> そうです、ね。うん。でもセクシーでしょね、多分ね。そうね。はい。<う>なんかお色気が。ええー、はい。エンジェルミューカーの理想の、に夏デートのシチュエーションつどれ三つの中で。例えば、海の家でラーメンか、浴衣で花火か、公園でかき氷、あーんか。あ、これ以外でもいいこれ以外でも、う,ん,、うん、うんと、朝早い、うん 山の中を散策したいです。パス <laughs> !4 時ぐらいから。パスで、ちょっと歩いて、切り株に座って、うん、三国志の話とか聞スす。ス <laughs> なんだそれ<ん>三国史すごいこの人って思いたいです。あ、そう。はい、三国志 すごい。そこ、なんで切り株で三国線わかんないけど。たらかその霧の中で歴史とかなんでしょう。三国なんでもいいんですけど、私は知らないことを、とうとうと言ってほしいです。なるほどね。パスです。でも6時に帰ります。6時に帰るの早いな。